紅葉線は、兵庫県西宮市の宿川駅から紅葉園駅までを結ぶ阪急電鉄の鉄道路線。西宮市にある鉱山山麓の住宅街や紅葉園駅周辺の学校行き来するための通勤・通学路線である。朝夕は紅葉学院高校などの学生で賑わう。阪急線内では、いわゆる今津並線を除けば、単独の路線として、 最も路線長が短く、駅数も最も少ない。前日の今津南線と共に、阪急線内では2例しかないワンマン運転を行っている。全線が単線であるが、これもまた阪急線内では2例だけであり、開業当初から単線のままであるのは、紅葉線が唯一である。戦前には、神戸線に対する視線ということで、紅葉視線の表記も見られた。 宿川駅紅葉園駅間の線内折り返し運転のみで、開通以来神戸本線との定期直通列車が運転されたことはない。日中、平日夕ラッシュ時は10分間隔、平日朝ラッシュ時は7から9分間隔、土休日夜間は約15分間隔の運転である。早朝、深夜と土休日の夜間を除きクラッ園口駅で上下列車の交換を行う。 昼間の場合、宿川駅行き列車が宿川駅に到着すると、ほぼ同時に、神戸本線の大阪梅田駅行き特急が同一ホームで接続し、紅葉園駅行き列車は、神戸本線の新海地駅行き特急が宿川駅に到着してから約2分後に発車する。接続時間を最小限にすることで、紅葉線沿線から JR 桜宿川駅への 一層を防ぐ効果を狙っている。2006年10月改正までは昼間15分間隔の運転で、神戸本線との接続は一定ではなく、クラクエン口駅での列車交換もなかった。ただし、沿線の学校の下校時間帯で多数の乗客が見込まれる場合は、臨時列車を増発し、クラクエン口駅で列車交換を行うことで7分30秒間隔で、 運転されることがあった。阪急の田主線区の路線は、平日朝夕ラッシュ時には、編成数を増やして、列車を増発することがあるが、当路線は、単線の上、両端の宿川駅や紅葉園駅ともに一面一線のために編成が限界でこれ以上編成数を増やすことができず、列車を増発するには、運行間隔を短くするしかない状況にある。全列車六線計両編成で、 ワンマン運転に対応した専用編成6本が充当される。なお、これらの車両は今津線西宮北口駅今津駅間との共通運用である。今津線とともに一軽電車など多線で使い古された車両が使われることが多かった路線でもあった。1982年3月に紅葉線の8 0 0系9 2 0系が営業運転を終了したことで、 阪急の車両はすべて車体長19メートル級の大型車に統一された。宿川倉クラクエン間阪急の直径前身である、阪神急行電鉄により開業した。本来建設計画にはなかった路線だが、戦前猛烈な競争。だが、結局阪神のトロリーバスは具体化しなかった。開業時は、沿線の紅葉園、倉ラ園とともに、行楽地であり、 路線そのものも観光路線の色合いが強かったが、両者とも昭和期になると衰退し、代わりに今津線と同様、沿線に誘致された学校への通学客が多く乗る路線へと変化した。長らく日中15分間隔での運転が続けられて、北が2006年10月のダイヤ改正で起点となる宿川駅に神戸線の特急が停車するようになったことに伴い、 紅葉線でも特急に接続するダイヤへ改められて、日中は10分間隔となった。これに伴い、平日は18往復、休日は15往復の増発となっている。また、宿川駅の特急停車で西宮北口駅での乗り継ぎを要しなくなったことと接続改善の効果で、日中の紅葉園駅から梅田駅への最短所要時間はそれまでの27から31分から22分。 逆も29から35分が22分へ短縮された。なお現在では電動となっているが、開業後、平成初期までは、交換駅であるクラクエン口駅の分岐器は発情式となっており、また、閉塞方式も1956年に単線自動閉塞化されるまでは、関西の私鉄では珍しくタブレット閉塞を使用していた。都市計画道路、 立石線の拡幅に伴って、倉國園口駅公用園駅間のほぼ全線を、地下化し踏切を廃止する案が検討されていたが、宿川公園の樹木の伐採による景観の破壊や、工事による環境への悪影響を憂慮した、地域住民からの反対運動が根強く、2009年12月には、事業休止の段が下された。ありがとうございます。